ちは。今日は仕事が休みだったので買い物に行ってきました。ということで早速今日の購入品をご紹介しようと思います。まずは冷蔵品からご紹介します。今日はですね、リドルというスーパーに行ってきました。まず一品目はチキンです。今回は皮付きのチキンを買いました。1キロ入ってます。小分けにして1週間かけて食べようと思います。でこちらはミックスサラダです。こちらは今日初めて買ったんですけれども、生ハムになります。ハムが3種類ぐらい入っております。こちらはお昼ご飯用に買いました。トルティーヤみたいな感じになっております。中にチキンが入ってます。で、あとはパンです。こちらクロワッサン8個入りです。これが好きでよく朝ごはんに食べてます。これはパンオンショコラです。これも8個入ってます。クロワッサンだけだと飽きてしまうので、こちらのパンもいつも買ってます。久々にスコーンを買いました。生クリームと一緒に食べるとすごく美味しいです。こちらマヨネーズです。ライトの方を買いました。恐ろしいんですけど、これ1ヶ月ぐらいでなくなってしまうんですよね。なのでライトでちょうどいいかなと思います。こちらはお水になります。一応水道水を浄化するフィルターがあるんですけど、水出しのジャスミンティーを作るときはペットボトルに入った水を買っています。と忘れてました、アボガドです。ちょっとちっちゃめのアボガドになります。次にブーツというドラッグストアで買った商品をご紹介します。まずはシャンプーとリンスです。こっちがシャンプーで、こっちがリンスになります。各75ペンスで、ブーツのプライベートブランドなんですけども、最安値なのでこちらを買ってます。こちらは最初に買っていたシャワージェルになります。体を洗うボディーソープがなくなったのでこちらを買いました。ニベアのシャワークリームを買うかどうか迷ったんですけど、まあ値段的にこちらの方が安かったのでこっちをまた買いました。でこちらはブーツのプライベートブランドなんですけど、フェイシャルウォッシュです。顔を洗う用の洗顔になります。こちらは髪止めになります。私の髪の量が多くてすぐ髪止めが切れてしまうので買っておきました。とこちら初めて買ってみたんですけど、ロレアルパリのファンデーションになります。こちらなんですけど、3つ買うと2つ分の値段になるっていう割引がされていたんですけど、とりあえず1つ買って今回は試してみようと思ったので今回は1つだけ買いました。でまあ色の種類が4段階あったんですけど、多分一番明るい色を買ってしまうと私の肌には合わないかなと思ったので、色はゴールデンベージュという色を選んでみました。というわけで本日の買い物は以上になります。銀行口座の開設にやっと成功して、その後にビザデビットカードが家に届きました。なので昨日からやっと日本円から卒業してポンドでの支払いをすることが
できるようになりました。3ヶ月半過ぎてやっとポンドで生活できるようになって少し安心してます。また銀行口座の開設に関しては別の動画にまとめてお伝えしようと思います。では今日はここら辺で終了します。